皆さん、力も取られ、大きなマイクでごめんなさい。国民民主党の岡でございます。岡隆でございます。2年前まで岡山中心に区議会議員を務めてました。岡隆でございます。どうもこんばんは。まあ、区議会議員最後の方はね、無所属でやってまして、それで2年前区長選挙も無所属で挑戦して、まあ、えなく現職の高い壁に阻まれるわけでございます。そして私岡隆、この2年は行政書士っていう仕事をしております。会社さんが事業許可を取る、そのための申請代理であったり、会社作るよっていう会社内の書類作成や書類申請、申請書類の作成、そうしたことをやっております。まあ、この1年は特にコロナの対策のいろんな補助金とか給付金、その申請代行も承っております。ちょうど今一時支援金っていうことなのですね、まあ、昨年でいうところの会社に1社200万円もらえた持続化給付金の、まあ、2年目版みたいなものでございます。その、ね、申請代行もやっておりますので、会社経営者の方、個人事業主の方、一時支援金どうやったらわからない、どうやっていいかわからない、そういった方は行政書士もしております。岡隆、岡隆にお伝えします。なんか営業トークになってしまいましたけれども、私岡隆、まあ、そういう今は行政書士で仕事もしつつ、一人の住民として地域の政治、地域の政治がもっと働いてもらいたいなって思っています。まあ、この1年コロナの課題がある。さてそこでこの大田区っていう地域の政治がコロナ対策として十分に動けているのかっていうところです。結構、まあ、ここ岡山ですから目黒なんかね、結構なんですかね、あのウーバーの支援とか商店街の商品券事業とか結構手厚くやってる。だけど大田区、何かコロナ対策というところで独自の支援策やってるのか、やってない。で、私区議会議員を大田区で務めてました。独自の施策を考えたりしない大田区、さらに言えばその東京都とタイアップしてこんなのができるんですよみたいな制度がある。例えば不妊治療とかね、不妊治療の補助事業であるとか、あとは最近、まあ、離婚される方も多いですけど、なんだ、離婚する際にね、離婚協議書ちゃんと作っておく、養育とかね、子供がいる人は養育の定めとかしといた方がいいんです。そしてそれを交渉役場で交渉しておけばです。もし、まあ、シングルマザーの方が養育費がちゃんと払われないよっていう時に、まあ、すぐに強制執行できて便利な制度である。だから最近結構多くの自治体で東京都との補助事業と組んで、そういう離婚協議書の公正証書の作成、そんな支援も行っているんです。で、そういうね、東京都が今いろんなことやってるの大田区も早く気づいてやっていきましょうよっていう、東京都と区の情報連携を、ね、やるの都議会議員の大きな役割だな、一つの役割だなって思います。そう、何が言いたかったかっていうと、大田区っていう地域の政治、まあ、それは区議会議員の役割じゃないって思われるかもしれないけど、大田区民の代表として都議会議員を務める中で、よりね、いろんな東京都の制度や国の制度を大田区がもっと活かしてくださいよっていうことをしっかりと提言するのも都議会議員の役割です。で、私岡隆は
まあ、日記8年大田区で区議会議員も務めておりますし、さっきからちょっと営業トークみたいに申し上げましたけれども、行政書士として東京都の制度、国の制度、そうしたものを把握してきた、そんな立場だから私岡隆が大田区の代表として都議会議を務めることに大きな意味があるんだと思います。私岡隆、国民民主党でございます。国民民主党の大田区の代表として今年6月25日からの都議会議員選挙に向けて活動しておりますので、区民の皆様、大田区の皆様、よろしくお願いします。でもね、まあ都議会議員ですから、目黒区の皆様のご意見もいろんな場面で、まあ我々の国民民主党にも目黒区議会議員の仲間おりますから、さまざまな場面で大田区の人だけじゃなくてお役に立っていきたいと思っております。大岡山の岡隆でございます。ありがとうございます。